おはようございます。西戸明子のコミュニケーションアカデミー。この放送はボイシー、ポッドキャスト、YouTube でお届けしています。さて、昨日友人がお花を届けてくれました。ピンク色のお花ばっかりがね、こう集められた、なんていうんだ、あの花束っていうんじゃなくて、こうもう花瓶にこう入ったような状態でね、届けてくれたんですけれども、ちょっと名前が私わからないんですが、まあアジサイはありました。その他にもちょっと名前がわからない、見たことがないお花がたくさん入っていて、それが全部ピンク色なんですね。それでそのいただいたお花をテーブルに置いてじーっと見てますとね、改めてその美しさにこう言葉を失うわけですね。一体どうしてこんなに美しいものがここにあるんだろうって、この世にあるんだろうって、全部ピンク色なんですけれども、でもこのピンク色って幅が広いですよね。で、人間が決めた概念じゃないですか。だって桜だってまあピンク色といえばピンク色かもしれない。ショッキングピンクのようなものもピンク色ですよね。だからピンク色って言っても全部色が違うわけです。色だけじゃない、花びらの形も枚数も茎の太さ、葉っぱの形、色、もう何もかもが違う。そのお花がこういくつもね集められているわけなんです。そのお花をこうじーっと見ていると、こう頭の中がね本当に静かになって、何の考えもなくなって、ただただそのお花の存在と自分が一つになる、そういう感覚が生まれるんですね。まあそれはお花だけではなく、木々を見ていても空を見ていてもそうです、ね。まあ、自然物じゃなくっても壁を見ていても、壁という存在と本当に自分が一つになると、同じ状態になりますけれども、まあ、でも花のようにね、やっぱりこう美しいものっていうのはその状態にすごくなりやすいですよね。しかしその美しい花々がなぜ存在しているのか、これってわからないんですよね。そのどうやってこの花がね、種から芽を出して育ったか、そういうことは科学が解き明かしてくれます。太陽の光があって、水、ね、土、さらには遺伝子がこうでっていうふうに解明してくれているだろうと思います。でもなぜこの花はこの花として生まれここに存在しているのかって言われたら、これはわからないんですよね。ところが私たちはこの全く計り知れない奇跡というものに意識を向けることがあまりありません。それなぜだと思います？昨日、まあ、あるいは今日お花屋さんで、あるいは街中で咲いているお花を見た人、まあ、いらっしゃると思うんですよね。というかきっと街を歩いていたらね、何かお花が植えてあることって、あるいは野の花が咲いていることって春ですしね、あると思うんです。でもその言葉を飲んでしまう、その花というその奇跡、そこに意識が向かない。それはなぜなのか。一つには言葉があるからじゃなかろうかと思うんです。誰もが花という言葉を知っています。子供たちでも知っています。すると花を見た時に、あ、
花でしょって、そんな風に言葉をつけることによって、まるでこうラベルをペタッと貼るように、あ、これはお花という風にカテゴライズすることによって、花というものを分かったことにしてしまう。これが言葉の弊害、知識の弊害ですね。これは花であると、その知識が邪魔をして、花という存在の真実に我々は触れようとしなくなってしまう。でも子供って例えば花っていう言葉を知らない時、花を見てこれは何だろうって触ってみたり、近づいてみたり、嗅いでみたり、ちぎってみたり、その花というもの、その存在とその全身で向き合って、全身で花という存在を体験しますよね。アリが歩いていてもじっとそのアリを見ているね。きっと子育てをされた方だったらそういうシーンに出くわした方がほとんどじゃないかと思います。このこれって一体何なんだろうというその奇跡に言葉を返さずに、不思議だなって存在と存在がこう向き合うような感覚でね、お互いを知ろうとする、つながりを持とうとする、これをレイチェル・カーソンという人はセンス・オブ・ワンダーと言ったんですね。不思議だなと感じる感覚、これが大人になるにつれてどんどん失われていってしまうんだって。そして私はこのセンス・オブ・ワンダーが失われているのはコミュニケーションにおいても同じだなと思うんですね。あの人は優しい、頭がいい、愚かだ、冷たい、そんな風に言葉でその人を表すと、もうその人を知っていると思ってしまう。そしてその人という存在の真実に触れることができない。自分に対してもそうです。私はこうだ、私はああだ、その考えによって自分の存在の真実というものに触れることができなくなってしまう。そうやって私たちは自分が持っている相手のイメージをその人だと思い、自分のイメージを自分だと思っている。その結果、その人っていう人間と自分という人間が結ぶ人間関係ではなく、その人のイメージと自分のイメージを結んだイメージ関係を結んでいる。だから孤独なんですね。どうして私はこんなに孤独なんだろう、なんとかしたい思ったことがある方、思っている方多いんじゃないかと思います。まあでもそのね、孤独を感じたくないからいつもたくさんの人と触れるようにするとかね、常に自分を何かをすることで忙しくしてね、そういうのを感じなくていいようにする、予定が何にもなくて一人ぼっちでってなったら、その孤独っていうことが込み上げてきちゃうのが苦しいから、何かしらの方法で紛らわそうとすることが非常に多いと思います。あるいは何とかしたいなって思って考えるわけですね。で、あ、そうか、自分は自己アピールが下手だからこんなに友達が少なくて孤独なんだとか、そうか、人見知りをするからいけないんだとかっていうふうに自分なりに原因を見つけて取り組むわけですね。で、そのことで幾分か生きやすくはなるかもしれないんですが、孤独がじゃあなくなるかっていうとなくならない。それはこうすればいいんだって思ったその方法が孤独を生み出している本当の原因にアプローチできる方法ではないからなんですよね。孤独を何とかしたいって思ったら、まあ、先ほど申し上げた
自分というイメージ、他人というイメージを超えていくことです。自分の存在そのもの、相手の存在そのものを見ていくこと。子供が花を初めて見た時に分からずに、それこそ食べようとすることもありますよね。そうやって全身でその花というものを何のフィルターもなく完全に心を開いて接して知ろうとする、そんな風に自分や相手というものを、その存在の真実を知ろうとすること、結果として気づくわけです。ああ、自分は周りの人たちや世界から分離した一人ぼっちの人間だって思ってたけど、違ったんだって、つまりそもそも孤独じゃなかったんだって気がつくことなんです。すると、ああ私は孤独ではないんだと知っている状態になりますね。すると、これ心の中のことですよね、うん、すると、この現実世界においても孤独ではない状況が繰り広げられていくことになるわけです。それはそうですね、心が現実を作ってますからね。この時、その私は孤独ではないっていうのは考えではないんですね、うん、まあ、信じているわけでもないんです。真実を知っているだけなんです。で、真実っていうのは自分が信じようが信じまいが変わらないですよね。時代を超えても変わらないですよね。あるいは場所が変わっても変わらないですよね。だから、頭でこう捉えようとか、こうだと信じよう、こんな風に考え方を変えようっていうこととは少し違っていて、いや少しじゃなくて大いに違っていて、真実だから知っているっていう状態なわけです。当然そこには疑いが 1% もありませんから、 100% そうだと、もう心は確信している状態ですよね、はい、ですから現実世界もそうなるわけですね。今マスタークラス第4期が始まりまして、まあ、皆さんからね、毎日のようにレポートとか、あるいは、西戸だけに伝えたいことっていうのはまた個別にご連絡をいただいたりするんですね。で、皆さんそれぞれにいろいろな悩みや葛藤というものを抱えていらっしゃいます。そして皆さん、その自分の知識というものが邪魔をして、考えというものが邪魔をして、真実を見ることができていなかったんだって気がついた時に大きく変容していかれるんですね。それはその人が変わったというよりは、そもそもそうであった真実、本当のことにベールがかかっていた、雲がもやがかかっていた、まあ、それが晴れたってことですね。だから努力して頑張って何かを身につけるというのとはちょっと違って、すでにそこにある真実に目を向けて気がつく、目を覚ますっていう、そういう感じなんです。これは本当に力強いアプローチだと思います。真実を知るっていうこと。だから今までいろんな方法を試したけどダメだったっていう方が、マスタークラスで大きな変容を体験される。まあ今日は花という奇跡の話から始めましたが、自分という奇跡、生きているという奇跡、ありとあらゆる奇跡が自分の周りにあふれているっていうことに気がつくんですね。
そうするともう毎日が奇跡ですからね。本当にありがたい毎日です。これまで、まあ、かなり長い時間生きることは本当に苦しいなって、孤独だな、辛いな、うまくいかないなって、ねえ、人生って修行みたいな毎日だな、だから朝起きるの嫌だなって思いながら、まあ、何十年も生きてきたんですけれども、まあそうやって苦しかったからこそ、どうやったら幸せになれるんだろうって思って、その探求をやめられなかったんですよね。まあでもそれは苦しかったからこそ、苦しい体験をさせてもらったおかげなんですね。だからそのおかげで今こうしてこういう話をこうできるっていうこと、できる場も与えてもらってるっていうことが本当にありがたいなって思います。そしてなんでこんな人生うまくいかないかなって、人間関係うまくいかないかなって思ってる方がたくさんいらっしゃると思うんですけれどもね、そういう方のお力に少しでもなれたら、ああなんか本当にありがたいなと思います。さあというわけで、今週も1週間終わりですね。今日は金曜日。この1週間もまた聞いてくださってどうもありがとうございました。いよいよこの週末は明日明後日とマスタークラス第4期、そしてアドバンストマスターの4期生も一緒に、またそこにドクター生も参加して、非常にね、賑やかなリアル授業が2日間にわたって開催されます。まあ、こういったボイシーなどでのね、あるいは YouTube ポッドキャストでお話を聞いてくださって、あるいは本を読んだりして自分一人で気がついていくっていうこと、これも大切な時間なんですけれども、やっぱりこう人と人というものが触れ合う中で、時にぶつかり合いながら、そこから体験というものを通して学び取っていくっていうのってものすごく尊いことですよね。特にコロナがあって人がリアルで対面で会える、一緒に時間を過ごせるっていうことが本当に貴重だということを誰もが感じましたよね。うん。だから、まあ、いつもはオンラインの授業がこうしてリアルの機会を設けられるっていうのはね、いろんな全国各地から来てくださるっていうのは本当にすごいことだなって思います。でマスタークラスは、まあ、コミュニケーションを学ぶクラスです。しかしそのコミュニケーションをどうやったら改善できるんだろうって言った時に、まあ、さっきのね、孤独の話のようにですね、こうすればいいんだ、ああすればいいんじゃないかって、ね、まあ、皆さんなりに思われて、いろいろ本読んだり学んだりって、それぞれのアプローチをこれまでもしていらっしゃった方が多いんじゃないかなと思います。しかしそのやり方は、まあ、私自身も自分が人見知りだったし孤独をすごい抱えてたからいろいろトライしましたけれども、やっぱり本質的な解決には結びつかなかったからこそ、どうしたら本当に根っこの部分からこの問題が終わるんだろう、卒業できるんだろうと思ってやってきました。はい。だからきっといろんなコミュニケーションを学べる場っていうのはあると思うんですけれども、こういうその真実を理解することで問題が消えていくっていう、そういう学びの機会っていうのは、まあ、きっとそんなに多くはないだろうと思います。そして私がこういうマスタークラスっていうね、半年間みっちりみんなと関わっていくっていう、こういう形でやる学びの場はこの第4期が最後です。はい。今週末からリアルがあるので、これまでのアーカイブも全部見ていただけますんでね、何か今日の話を聞いて可能性を感じるとか
あるいは気になる、うん、この気になるっていうのは自分の深いレベルで望んでいるからだと思うんですね。というか、まあ必要がなければそもそもこういう話も聞いてないわけです。この話を聞いてくださっているっていう時点であなたにとって必要だからこの話に今出会ってくださってるんですね。だからどうかこのチャンスをね掴んでほしいなと思って、こうして毎日マスタークラスのご案内をしています。人として生まれてくることができたっていうことも奇跡だし、なぜかわからないけれどもこの自分として生まれてきたっていうのももう奇跡で、で時間っていうのはあっという間に過ぎていきます。真実に触れないままどんどん時間を過ごしてしまうっていうのは簡単なことなんですよね。だからどうかねご自身の時間を大切にしてほしいなと思います。そしてこの話に出会ってくださったこのご縁つながり、いやもう本当にあの必要がないことって自分の人生に現れないのでね、うん、頭はいやいやいやもう遅いしとかね、うん、いやいやお金ないし時間ないし忙しいしとか、うん、いろんな理由をいっぱい考える天才だと思うんですね私の選ぼうとしている道は間違ってないって誰だって思いたいから、その理由を考える天才だと思うんです、誰もが。でも本当の自分の願い望みっていうのはかすかに聞こえる心の奥底の声あるいは感覚だと思います。っていうかそうです。なので皆さん自分の心の奥から聞こえてくる、まあ、きっとかすかな声だと思うんですけれども、それをね聞いていただけたらいいなって願っています。西戸明子コミュニケーションアカデミーマスタークラス第4期、詳しくは放送概要欄のリンクどうぞご覧ください。それでは今日も今週も聞いてくださってありがとうございました。西戸明子でした。